さすがにもうこれで一旦チャプター1が終わったんじゃないのかよ。もういいって。うわ、捕ま…あ、待って、シックスちゃんいるじゃん。あれ、あ、あ、はい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 、あった、このシーン。シックスちゃんの時に、そうだ、ケンゴくん連れてかれてたんだ、この時。あん時の君か。で、まあシックスちゃんはシックスちゃんで本編ストーリーのように脱出の方に向かってくんだけど、ケンゴくん、勝手にケンゴくんって呼んでるけど、君は一体その後どうなったんだ。ここ何？そっか、結局だからあの管理人っていうあの短足でなんかおじさんに連れてかれて、その後、あ、はい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 、梱包されたけど抜け出した。さすがケンゴくん、一筋縄じゃいかねえぜ。大丈夫？痛そう。ジャッキーチェみたいになってる。かわいそうじゃないか。なるほど、じゃあやっぱりケンゴくんもケンゴくんで脱出を試みるんだけども、ノーム、結局さ、ノームってのはさ、どういう存在なの？うん、シックスちゃんに対しては全然敵意もなんもなくてさ、なんかハグしてあげたら喜んでるのかななのかよくわかんないけど、オッケー、こっからまた進めていけるんだな。よしよし、梱包が甘いんだよ。で、ノームよ、道を示してくれ。君らは一体何なんだ？いる。待てよ。ん？いるよな、ここに。あれ？こんな隙間入れんの、あいつ。嘘。え、無理でしょ。あ、なんか、不思議生物なんですね。暗いな。あ、ノームいた。ノーム？え、なんで？あー、なるほど。臆病なのかな、ノームは。あ、いた。あー、くそ、掴めらんねえ。まあ、いっか。はい。で、特にこの DLC の方ではさ、ノームをハグしてあげたらいいなんていう、そういう実績は、なんで入れんの？すげえな、あいつ。悪魔の実の能力者みたい。進んでいきたいんだけど、ここ、行けないもんな。俺は能力者じゃないから、待って、上は？登んのかな？あ、ノームいた。待ってくれ、待ってくれ。ま、話を聞いてくれ。あー、くっそ、待ってて、ん？ノームが。引っかかってる。あら、ちょっとぽっちゃりしたノームなのかな、この子は。はい。じゃあ、引っ張ってあげよう。うん。ん？引っ張ってあげると？キュポンってなって？かわいいな、こいつは。おい、どうした？友達になろうよ。はい。あ、ハグしてあげた。あ、やっぱり実績あんのかな？だから何？お友達に、あ、お友達になる？おお！ついてくる。だから何？君がついてきてもなぁ、なんかできんのか？だって特に君さ、あの化け物たちに立ち向かうとかそういう感じじゃ、あ、待てよ。ノームを掴んで、それって投げると？ん？もしかして、そのドアノブを引っ張ってくれる？ナイス！あ、こういう使い方できるんだ。おいでおいで、みんなおいで。あ、待って、ノーム来れる？あ、来れない。だから、連れてってあげんのか？投げて、うん。で、俺も行くと。なるほどね。あ、で、そういうレバーとかも。ほれ、引っ張ってこい！っていう感じで。オーケー、いい子いい子。あ、おいで。もういいよ。もういいよ。おいで。あー、ダメか。え、置いていけないよ。さあ、もう一回上げてもらって。よし。行くぞ！ついてこい！あー、ノームちゃん！あー！おー、これと、なんで？まあ、そっかそっかそっか。狭い隙間も通ってこれるってことか。で、もう一匹あっち行った。あー、なんか心強いかもしれない。え、なにこれ？ん？どういうこと？目があって、ノームがいて、子供たちがいる。そういうことか。目は別にノームを、うん、狙ってるわけじゃなくて、子供たちを狙ってるっていうことか。で、これは一体どこに行ったらいいんだ？基本的にこのノームちゃんを使ったギミックなんだろうけど、それ、違うな。あ、待てよ。これさ、押せる？ちょ、ノーム？ちょっと一緒に押そうよ。これをさ、押すんじゃない一緒に。
そうだわそうだわ、ピクミンじゃん。はい、行こうぜ。うん、2人なら怖くないだろ。よし、行こう。速攻の隙、まあ、待って、なんかあるよ。それはなんだ。目があってノームがいて、わかりづらい絵だな。とりあえずこっち行ってみようぜ。あ、ノームちゃんが捕まってる。それは見過ごせないな。ちょっと君で行けるかわかんないけど助けに行ってこい。お、行ける。あ、行ってる行ってる行ってる。なんで降りてきた。違うんだって、ノームちゃん。あ、なんで、どういうこと。あ、押せる。ん、なんかよくわかんない挙動になってるけど、それをさ、押したらさ、え、ノームに指示とかできないの。押せー、やれーって。そっちそっち。いや、できないか。え、少年はこれ、あ、こっから登れんのか。いや、違うよな。右の方を見ても特に何も、ドアがあるだけ。押せない。あ、待って、ここ震えてる。ここ引っ張るんじゃね。ほら、いたいたいた。お前も行ってこいって感じで、あ、ハグしてあげた。はい、安らぎの時間。うん、これでもううっとりよ、俺の魅力に。さ、仲間やった。行ってこい、お前も。で、二人で押せば、うん、そういうことか。ピクミンじゃん。何このホラーピクミン。で、ケンちゃん登ってここをノームを助けてあげんだ。そしたらまた追加補充。そーら、俺にハグされれば、はい、イチコロだぜ。キュンとしてくれて、はい、仲間が3人になった。で、3人いるからってさ、これどうしたらいいんだ。あ、みんなで押すのかな。みんな押そう、頑張ろう。おー、いいねいいね。あ、もう全然怖くない。え、押せる。あ、押してるね。素晴らしい、よくやったみんな。ハグ、いい子だお前ら、行くぞ。頼もしいな、3人もいると。3人いれば怖くね。これは、よし、ここはリーダーがちゃんと やっとこう。こうやってやんだぞ。なんか来た、大丈夫。え、何今の。ん、なんか落ちてきた。なんかこういうギミックあったな、台所のところで。だから一旦上に行くんだよ。行くには、え、あ、はいはい、いたいた、もう一人新メンバー。ん、あれ、嫌がってる。なんで、俺の魅力は伝わらない。なんだ、そう、ノームさ、なんか上の方をさ指さしてない。え、ここ死にそう。だってこれなんかやばくない、溶鉱炉みたいな。あ、待って、レバーがあるわ。ていうか待って、一人いない、どこ行った。うわー、大丈夫。ん、溶鉱炉が開いた。あ、そして、え、勝手に作業してるピクミンじゃん。投げ入れる、すると、え、怪獣のような鳴き声で動く。はいはいはい。で、作業してもらってる間動いた。あ、待ってね、そこのさ、はしごも下に降りてきた。あ、右にドアも開いた。おい、いっぱいいるのことある。待って待って、休んでるメンバーいるな。何してんだお前、こっち来い。うん、作業に戻ったわ。うわー、なんか全然ゲーム性変わるな。で、上行ってみるのはいいんだけどさ、だからなんだって感じで、そこの紐引っ張ったら、あ、痛い、嘘、ここで死ぬのリーダー。ちょっともう一回やってみます。もう普通にさ、そっち側行ってみたい。何があるんだ。うんうん、ここに石炭かな、石炭が置いてあったんだ。で、え、トロッコのレール、この先は行けないっぽい。トロッコ、そういうアクションステージも始まるのかな。で、ここ開きそうだけど開かないか。ここに来る必要なかったんかな。うん、待って、戻れる。あー、怖かった、戻れるわ。じゃ、とりあえず戻って、その紐引っ張っとくか、ロープ。うん、すると上に石炭が運ばれる。うん、でも戻っちゃうんだよな。
なんだろうこのギミック。でノームちゃんたちはけなげに作業してる。えらいぞ。待って、右は、あ、右もなんかレール。わあ、行けるんだけどさ、行っちゃっていいのか。さらに上の方見たいんだよな。もう一回はしご登って、その右の方気になるよね。この上登ってみよっか。はい。ん、なんだ、フックがあるな。なんか難しいパズルが始まりそうな予感。そこには何かあるか。いや特に何も。登ってみよう。そっち行くと何の部屋。待って待って、なんか上でぶら下がってる、見たくないけど見てみようっと。ああ、よかった、人形だ。ここなんかさ、ああ、そうね、怪しいね。うん、床が抜け落ちるんだ。え、ここ何、そっちは行ける、行けない、登れないし。まだ来るのが早いのかな。そうね、ノームちゃんがいないとここ無理か。ここ開けれるんであれば開けとく。うん、はい、開けれるか。 OK。 え、床下、うわー、 あいつだ、管理人ってやつだよ。待って待って、管理人来るのはよくて、あ、左オープンしてくれた。いや先にさ、右下の方さ行った方が良かったかな。なんか早い気がすんな。てかこれどうやって戻んの。え、どうしよう。あ、こっから行けるか。 OKOK。 そして、うわー怖い、あー怖い。え、これ上行くんでしょきっと。で隠れる、隠れておく。見つかる？穴に気づく。ちょ待って、触れそう、後輩。あ、そうだ、俺コメントで見たぜ。こいつはさ、目が見えなくて耳がいいんだよ。で、布の上を歩いてるときは大丈夫だったらしいんだよ。全然気づかんかったわ。俺それに全く気づかずに普通にご利用して進んでたみたい。よし、こっちで、こっち、危ない、布ってすげえな。よし、そっち。ん？そっち。全然怖くねえわ、それ分かったら。ここ大丈夫？回してみようかと思ったんです。やめときましょう。いや、右に行こう。回したらどうなるんだろう？わあ、なんかレバーもあるし。レバー引いてみようぜ。よし。やってみなきゃ、わかんねえよな。で、一旦降りる。で、左に、はい。で、一応電気がついた。あ、で、もう一回右に行けばよかったんかな。ちょ、レバー回してみよっか。うん、これ手前か。あー待って、音がしっかりするわ。いや待って、これで一旦さ戻ろうよ。大丈夫、バレちゃいねえ。よしよし、バカめ、速攻の布でも触ってな。はい、危ない。あそこボタンあるな。うわー、こっち戻ってくんの。いや、ご了承で行ってみよう。押せ。おお、あ、それに触れたらよろしいじゃないの、よろしいじゃないの。バカね、触れろ触れろ。いや、そんなバカじゃねえか。だしな、シックスちゃんがさ、とどめさすからさ、こいつ、ん？こいつにとどめかさせないことは分かってんだよ。時系列的におかしいもんな。いや、単純にこれはさ、ボタンを押して、うん、あいつが、はいはい、そっちに気を取られてる間に、そっちが行くって話か。そっち側行く。で、ここ？え？どこに何が？何をどうしたら、あ、そっかそっか、これか。それを、回すんだ。忘れてた。あー、もう遅いか。やってみよう。うん、あー、来てる来てる。いや、でもこんぐらい行けば。いやー、はいえーはいえー、マジか。もう一回やるわ。あー、怖い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 。でもね、もうこの、オーブヌー、布がアンチってのが分かったから、もうだいぶでかいわ、ありがとう。よし、押す。おい、こっち来い。バカめよ。
シュー、行こう。すぐに回す。よし、すぐ、待って待って、でもさ、右下の方行ってないよ。これ完全に進んじゃうよね。だって戻れもしないしな。しょうがないね。はい、行くしかない、行こう。すると、繋がる先、ゴミ捨て場。やだね、ゴミじゃねっつうの。俺は母ちゃんのゴミじゃねっつうの。でさ、上にさ、トロッコがあんのよ。だからあれを切り落としてレールにはめて、ノーム助けに来たぞーって感じで突っ込んでくんじゃない。助けに来たぞも何も、あいつら自由にしてるけどな。ってことでこの上に上がりたいけど、はしごが届かないな。まあ繋がってるし、一旦右戻ってみよっか。ここは？ん？あ、ノーム、瓶詰めノームがいる。この船にいる化け物たちにとってさ、ノームはどういう存在なの？あ、君自分で落ちれるか？いや、頑張ってるけど。頑張れ頑張れ頑張れ。ん？ジャンプ連動してない？あ、ほら。おい、いけな。オッケーオッケー。絶対自分できたって。よし、ハグさせろ！ほうよう。イチコロだべ、俺の魅力に。よし、ついてこい。で、君を投げて、そうね、そのはしごを下ろすんだ。よし。君は5号だ。行ってこい、5号。いいね、いい子だ。よし、行くぞ。一緒に行ける？あ、来ないのか。登るという技術を知らない。その概念がないんだ。待って待って。そこのトロッコを落とすには、切るしかない、あ、回すやつがある。じゃあトロッコに一旦経由して、危ないの。して、こっちも行く。で、これを、うん。あ、普通に下ろせんのかな？そうね。うん。回して、トロッコを下に下ろす。そういうことだ。よし。行った？オッケー。で、こっちはもう得意なもんない。オッケーオッケー。トロッコが設置完了した。でもこれ俺どうやって戻んの？落ちたら死ぬよな。いや、待てよ。そのトロッコの上に落ちれれば、いける。多分、石炭だらけになるけど。おー、え、あ、大丈夫？あ、大丈夫でした。本当にこれでいいの？よし。じゃあ、ノームよ。押してくれ。頼む。押せよ。わかんないか。いや、二人で押そうのか。二人で。頑張ろう。よし。いけるか？二人で。いや、そうよね。坂がきつい。いや、逆か。左に押すんだ。左に押して。ノーム何してんの？自由か、お前。その扉にドーン。ダメか。関係ない。あ、違う。トロッコを左に置いといて、で、上に登る。そして、この奥に行く。オッケーオッケー。で、そこ、穴がある。ここだ。一人で行くのは心細いけど、行くしかない。レバーがある。左は？ん？こっちもなんかあるぞ。レバー。なんかどんどん進んでるけど、その間にさ、一番最初のさ、あの、一郎とか、二郎、三郎、あと、としゆきと、五号は、置いてっちゃうの？まあ、とりあえず左の方に行くしかないか。いや、ノーム、あ、ノームちゃんいる！ナンバーシックスだ、君が。よし。6の石。君が2代目6だ。これぶら下がってるだけじゃどうしようもないな。一旦降りるんだ。よし。で、6ちゃん ?2 代目。2代目。1コロにした。で、ついておいで。で、上にナンバー7がいるんだよ。おいで。君をハグしてあげて、ハグ。で、右の方に一旦投げるんだ。投げる。それ行ってこい！うん。で、俺もそっち行く。で、ナンバーセブンを、ん？違う。君は2代目6だ。2代目6を投げて、レバーを引いてもらう。そして、ん？どうすんだ？結局、上が動いてないから左側には行けないんだよな。この勢いを使ってってこと？行ってみようか。
勢いを使って、ああそういうことか、いける。ナンバーセブン、君をナンバーセブンと命名しよう。どこ行った？ハグしてんだけど、ハグしてる感触がない。なんか切ないリリックだな。君を抱きしめても抱きしめてる感触はしないんだ。これは普通に自分で、はい、するとナンバーセブン、逃げるな逃げるな、やっと君を抱きしめられる。逃げるなって、悪いもんじゃねえって。ほら、いいべ、俺のハグはたまんねえべ。で、君もあっちに投げてあげよう。投げる。で、もう一回そっち戻るでしょ。ん？まあ、2匹連れていけるってことか。はい。ナンバー6、ナンバー7を連れて、OK。頼む。もうどっちかわかんねえけど。はい。おお、びっくりした。OK、ゴーゴー来たじゃん。おいで。よし、行こう。でからさ、みんなで、押そうよ、これ。違う？あ、左か？いや、わかんない。え、右、行ってみよう。頑張ってみんなで押す。4人もいればこの坂を越えていけるんではなかろうか。素晴らしい。いいね。一人でできないことも仲間がいればできる。そして右に来たけど、ここでは、あ、はい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 、だけど関係ないか。ドーンして、ドーン、全然関係ねえな。いや待てよ、絶対こっち側に来てんのは合ってるんだよ。だからここだ、ここにして、よし、総員待機せよ。でケンちゃんが上に登れるんだよ。そしたら何かあんのか。ん、あ、なるほど、穴がある。みんな置いてくの、すまない。ちゃんと迎えに来るからな。降りていいんだよな。降りるか。すると、あ、待って待って。ここでトロッコさ、勢いつけてさ、ドーンっていけんな。ドア開けてあげるんだ。あ、いけるね。素晴らしい。オッケー。これで開く。オッケーオッケー、いよいよ。そして、みんなで、右に押して、このトロッコで、あの扉壊すんだ。よし、行こうぜ。あの扉が壊れれば、一郎二郎三郎敏行がいる場所が、うん、つながるはず。行ってみよう。待ってろ、敏行、ゴー。よし、オッケー。さあ、強力な仲間が崩れて、今合流。待って、こっち側来るともう危ねえんじゃねえか。あいつ来るぞ、きっと。何してんだよ。あ、待てよ。あ、君らはそこで待機するんだ。オッケーオッケーオッケー。で、下の、なんかボタンかなんかを押して、合流できるよね。これを、まあ、これは簡単に戻るためか。よし。あ、まだ作業してる。偉いぞ、一郎二郎三郎敏行。もうどれが誰か全然わかんねえし。じゃあこれ、引っ張ってみよう。さ、合流。数は力だ。行くぞ。楽しいな。DLC めっちゃ楽しいじゃん。どうした？人見知りしてる？ノーム見知りしてる？いや、すぐ友達になれるよ。みんないいやつなんだ。紹介するよ。お、さらに？うんうん。石炭が運ばれることによって動くようになると。でさ、俺さ、やっぱり右の方行ってないからすげえ気になるんだよ。ちょ、見に行こうぜ。こっちは何？あ、さらにノームが必要ってことじゃない？あ、そうだわ。待て、ナンバー8。待て、待て、あー、くそ、逃げやがった。これ、ヒップ、あ、オッケー、いるな。待って、待って、待って、お願い、待って、話を聞いて、いや、ハグさせて。愛を受け止めて。愛に気づいてください、ペニシリンロマンス。で、もう一匹。ナンバー9、お前だ。ん、違う、ナンバー8じゃない。ん？君どうした？頭が、はい、はまってる。引っ張ってあげよう。これでナンバー8、ナンバー9が仲間になった。で、一旦浮いてみようか。めっちゃいいパズルゲームじゃん。なんかめっちゃいっぱい吊るされてる。受ける。ここは？あ、レバーがあるから引っ張って。あ、ノームさんの力が必要か。いるんだべ？ノーム。どっかに。
ここレバー引っ張る。するとうなに、なんで、なんで、ん、もう一回入れてみようか。入れる。うん、そしてこっちも入れる。でここ開いたよね。ここ何、なんもないじゃん。なんだろうこれ、どういうこと。まあいっか、とりあえず右行ってみよう。ん、なんか音がする。何、なんか嫌な予感、よくない音がしてるぞ。いるのか。あ、なに、あ、なに、待って待って待って、あ、いやいや、いるいるいるじゃない、いるじゃない、待って、消さないで、電気消さないで、あ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 、暗すぎるって。あ、わかった、なんか先にやっぱりさ、声さ、うん、開けとく必要あるんだよきっと。開けといて、あいつから逃げるじゃん、逃げて戻ってきた時に隠れる場所が必要で、それがそこなんだよ。でもこのさ、電力を戻す必要は何なんだろう。まあいっか、教えてみよう、もう一回。だからもう見つけ次第もうすぐ行こう。でもあいつが気づいたらもう、はい、もう OK、 もう十分です。フラグ立てしました。走れ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 、シュー。あー、待って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 、早く早く早く行って早く行って、ですぐにここに逃げる、入る。で多分大丈夫じゃない。あれ追ってくるんじゃない、あ、いるよな、手を伸ばしてる。え、どっち、来るの来ないの、来るの来ないの、どっちなの、来ないの。え、もういいの、じゃあ行って。音はやんだ、いいんだな、行って、信じるぞ。いない。え、いいの、マジで。いや、この石炭を踏んでる音でバレてんだよきっとな。で、ノームは、ああ、いるじゃねえかよ。待って待って、見えない。いや、一旦逃げよう。これ持ってく、もう一回これ出す。で、これを使って、いや、関係ない気がすんだけどな、置いとこ。いや、でもなんか必要な気もすんな、持ってくか。だけど持ってくとさ、全く見えないのよ、ライトがつけれないからさ。隠れながら隠れながらってこと。ライトは別に消す必要ないよね、あいつ目見えないし。しゃがみ歩きで、いや、しゃがみ歩きでもさ、関係なく音は鳴ってると思うんだよな。どうしよう、危ない危ない、いるいる。でもまだ気づいてないよね。うわー、待ってて、手を伸ばしてきてる。気軽に触れないで。あ、でもいけそう、一旦手前。ふっ、怖え、ウケる、笑える、怖い。あ、いけるじゃん、よし行こう、石炭踏まないようにね。よーし、オッケーオッケーオッケー。まだ続く、後ろから来る？大丈夫？石炭踏まないように。え？どこに行けばいいの？まあ、とりあえずどんどん奥に進んでるけど。いいね。石炭は踏んでない。ノームがどっかにいると思うんだけどな。来てる、あいつ。なんか来てる予感がする。で、ここのドアは開かない。あいつが開いてくれるのを待つのか。あ、あ、待って、あー、危ねえ、石炭あるな。奥の方に行けそう。あー、いるじゃねえかよ。いるならいると言えよ。大丈夫、バレてない。踏むなよ、踏むなよ。オッケー、この上、この上行ってみよう。え、ここ大丈夫、めっちゃ石炭落ちる。危ない、踏むな。あ、こっから上だ、上に登る。あー、待って、ギーって言った、ギーって言ったよ。あー、来てるよ、あー、来てるわよ、来てるわよ。大丈夫、大丈夫、いや、いけ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 んのか、いけんのか。あ、あいつは今どこへ何してんの、手だけ見える。
よし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 、出し抜いた。で、ここ開かない？開かなそう。右か。右にジャンプ。危ない、怖い。落ちんなよ。こういう時にやらかしたのが俺だからね。スンスンじゃない。上行こう。ああ、やっと明かりがある。嬉しい。これは缶？上登れる？登れない。ああ、踏むな。どこだ？なんか上に行った方がいい気がすんだよな。でもどうやって？あいつ来てる？いないよな。あ、登れる？いや、無理だな。そこのドアノブも、無理でしょ？右上に穴があるわ。じゃあやっぱり登んなきゃいけないんだけどさ。どうやって？あ、開けれた。これ開けれるんだ。で、これは？待って、君じゃなーい。椅子か？椅子だ。で、この椅子、待って待って、他は？開けれる？あ、開けれるわ。変なの出てくんなよ。出てくんなよ。いないよね。いないね。オッケーオッケー。そこだ。この椅子を左のロッカーの前に置いといて登るんだ。オッケーオッケー。やっとわかった。よし。いけますね。ゴー！素晴らしい。で、右上の穴に行くには、そこよね。さらに上行った方がいい？違う。ライトがあるじゃん。ライト、オッケー。これは前回も、はい、見逃してた。オッケー。入ろう。だいぶ奥まで進んじゃった、怖い。帰れるのかなって不安になるよね。ここもなんか見覚えあるな。シックスちゃんの時来なかったっけ？あの、初代シックスちゃんの時。下に降りる。そこに穴がある。はしごはここまでか。じゃあ、こっから、ジャンプ。で、捕まるよ、危ない。で、進んでみよう。あ、はい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 、そういうことか。さっき、あったバッテリーっぽいのは、あれも切れてたんだ。新しいバッテリー。大丈夫？新しいバッテリーを手に入れて、持って帰るんだ。多分そうだよな。登れない場合はこれ引っ張るんだよな。引っ張って、来る？いや、来ない。はい。あ、ここ引っ張れない。じゃあこっちだ。はい。引っ張って、で、ここは引っ張れるはず。ここ。うん。いいね。で、はい、こっち。で、そのバッテリーっぽいのを取ると。はい。うん。で、下に降ります。で、これは明かりにもなるんだ。これじゃない、違う。これじゃない。ゴミ。はい。で、そこのボタンを押すのもこれか。よし。じゃあ、こっからは、これを持って、あいつから隠れながら、進んでいけっていうことですね。怖いですね。いますね。いますね。いますね。一旦さ、誘導したいよな。あえてここの石炭踏むのもあり。いや、危ないな。手前。いっちゃん手前。うわー、手が当たりそう。いや、でも大丈夫。多分ね、石炭さえ踏まなければ、うん。安全に行けるはず。よしよしよし、気づいてない。どんどん戻ろう。戻ってくんなよ。来そう。いや、振り返るな。後ろからプレッシャーを感じる。御堂筋くんの。いや、本当に御堂筋くんぐらいさ、手長いよな。うわぁ、ここ踏むのはしょうがないのね。行こう。気づく？いや、さすがに遠いからわかんないか。よし、オッケー。で、これで、ここにはめてみるんじゃない？そうい！すると、このエレベーターかな？エレベーターが稼働するんだよ。オッケー、オッケー、オッケー。
で、上に参ります。おお、いいね。10号、11号、12号。よし。おいで。あ、どこ行くの？あ、逃げた。どうしよう。いや、追うしかないか。追いましょう。待てい。ここは？知らないところかな？知らないよね。どこ行ったんだ、あいつら。とりあえずこれさ、移動させて、このレバー引いてみよっか。何が起きるかわかんないけど、それも楽しい。あ、オッケーオッケー。ドアが開く、ちょっとだけ開く。なるほど。だから、ノームちゃんにお願いして開けといてもらうっていう感じになるんだろうね。で、ここ。ふんふん。引っ張れるな。あ、ノームちゃんいる。え、絵描いてる。あ、そういうのするんだ、かわいい。あ、で、勝手に動いてくのかな。で、その子の場所に行くには、上から行くんだろうけど、他のノームはいない？ちなみにこれは？引っ張れる？引っ張れた。うん。で、そこの上のボタンなんかあんのか？まあ、とりあえずやってみよう。はい。いいね。ここなんだろう？なんかあります？あ、びっくりした！何これ？何の人形？ハグも何もできない。関係ないのにビビらせんな。こっち、あ、待て、いたいた。ノムちゃん、ここだ。出てこい！ 2 匹もいる。待てって！食わない、食わない。俺はあいつらと違うんだ。あ、消えた？いるいるいる。待って待って、お願い。待って待って。待って待って。仲間になろう。よし、オッケー。手こずらせやがって。さあ、もう一匹も、ハグしてあげる。うん。イチコロ。で、君らにお願いするんじゃないかな。まあ、とりあえず、俺は、上に行く。で、その、台の、あー、行っちゃダメー。いや、待てよ。普通に船の揺れでさ、それぐらい動くんだったら、ノームちゃんの力は使わずとも行けんのか。まあ、いっか。よし。ここに乗っておく。で、船の揺れにより、右の方まで。行ってほしい。もしくは、ノームが、気を利かせて、押してほしい。あっち行きたい。俺はあっちに行きたい。ボイチャが使えないゲームで海外の人と交流するときのような感じでこうやってライトをカチカチ。よし、いける。いや、いけないな。自分で調整する必要あるか。わかった。こうやってやるんだよ。ここ。邪魔だ、お前。よし、行ってみよう。よいしょ！オッケー。で、こっからもう、いける。いけない？マジで、いけない？え、その奥にあるこの棚？これじゃねえかよ！あ、違う？関係ない？え、右に行けないんだよな。あ、行けんじゃねえか！これじゃねえかよ！なんだよ、これ。え、行けるよね？あ、行ける。あ、そういうこと。あ、そういうことですか。上までは段差ができないけど、ここまででいいんだ。なるほど。その下の台を、いっちゃん右まで、つけといて、で、船の揺れで、こうやって来るから、はい、降りる。で、右の方まで行ってくれたら、ジャンプ。そういうことだ、やっと捕まえた。できた？絵は。何の絵？ほら、行くぞ！はい。じゃあ、投げていこう。まず一人。はい、二人。行ってこい。はい、三人。ナンバーナインからイレブンは、素晴らしい働きをしてくれました。さらば！あれ？そこに行った理由ってなんだっけ？待って、上に猿のおもちゃがある。怖っ。え？あれ？俺何しに行ったんだっけ？戻っていい？待って、あれ？俺何しに行ったんだっけ？ここに。遠い記憶すぎてもう覚えてない。あれ？あ、そっか。ノーム一匹は欲しいんだ。そうだよね。無理だもんな。だけどさ。あれ、三人使わないと、ドア開けらんないよね。じゃ、もう一回。二人でも行けた？もしかして。だからまたこっから戻って、みんないる？あ、いる。あー、かわいい。うん、ごめんね。帰ってきたよ。よし。もう一回。一、二、あ、待てよ。その木箱を押して、あれかな。はいはい。三人でしょ、これで。木
箱を押してドアを、あ、待って待って、なんでみんなこれに捕まってもらう。で、ケンちゃんがこれを押して、はいはい、こういうことよ、これでいいんだよ、これでもうドアが閉じることはないっていう感じにしたいんじゃないの、違うの、ちょっと待って、みんなお願いね、今反対でね、死ぬからね、ケンちゃんが、あれ違うかな、いやでもギリギリ OK な気がする。よし、さあみんな帰っといて、もういいよ、うん、そうだ、よし、みんなおいで、おい、何してんだよ、お前もだよ、さあ行こう、はい、みんな来れる、大丈夫、よし、いいね、はい、3人の新メンバーで入れてあげる、はい、よし、これで全員、かわいいな、愛着湧いてきた。でも愛着が湧くのがまた俺怖いんだよ。だってシックスちゃんはさ、食ったぜノームを。よし、みんなおいで、で誰か頼むぜ、君だ、行ってこい、よしのぶ、素晴らしい、で開いた、よしのぶは置いていかなきゃダメ、あーしょうがない、いやもうこれ走って、よしのぶ来れる、あ、待って待って、あれもう一匹いんじゃん、ここに、あれ助けなかったっけ、ここ助けたよね、おいで、うん、新メンバーで、もう一匹、あれドア開きっぱだ、あ、じゃあ OK か、よし、みんなおいで、なんで、はい、おいで、しょぼくれてんじゃないよ、さあ友達になろう、じゃあ4人連れて脱出で戻ってくる、よし、追加メンバーです、みんないる、元気に挨拶、あれもう一人はどこ行った、何してんの、おいで、うん、またノーム見知りしてるわ、よしよし、これでさらに石炭を運んで強くなった、でそれに乗るのか、みんなありがとうなーって感じで、え、死ぬの、いや別によかったじゃん、何の問題が、まあいっか、よし、じゃあみんなそこで作業お願いな、お前らのこと忘れねえからな、よし、じゃあねー、じゃあねー、はい、海外のプレイヤーとの交流の仕方、ライトカチカチ、以上か、これでもう脱出できんのか、まあそっか、結局ね、あの管理人とはさ、シックスちゃんが本編で戦ってたから、このケンちゃんは何もしないのか、やばいやばいやばい、降ります、あぶね、え、いやまだ終わんなそう、あ、もう急に一人めっちゃ心細い、あ、いた、ありがとうありがとう、いや逃げないでお願い、え、ここはノーム12人目、あれどこ行った、あ、いやこっから行ける、よし、うわあ、ここは覚えてるぞ、あれ違うかな、こんなところだった気がするんだけど、本編でもさ来たと思うんだよな、あれ、あ、ノーム、いた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 、何してんの、はい、ああ、さらに、おお、めっちゃ来た、めっちゃ来た、あ、さらに、あ、めっちゃいる、あれもしかして君ら、あれか、うちのメンバーか、あ、避けてくれてありがとう、何の指示もしないのに、うん、と思ったら違う、自分たちのためでした、なんだよ、行こう、はい、ここ、あ、ノームだらけだ、ここはノームの巣なのか、いや謎だわ、ノームという存在が本当に謎、何してんの、でこの人形、あ、この人形はノームが作ってんのかな、自分で、え、で俺は一体どこに行けばいいんだ、こっから登るのかな、あ、登れた、登って、ここ、うん、じゃあありがとうございました、はい、多分ここでお別れなんじゃないかな、ついてくる、誰か一人ぐらい来てほしいけどな、なんだ、なんで揺れてんの、なんで揺れてるんですかね、嫌な予感する、あいつ来るんじゃね。
あれ？エレベーター。ってことは？うえぇ！まさかのレディ！レディか。ジャンプはできない。そんな挑発はできないのか。いや、挑発しよう。海外のプレイヤー風の挑発。うん。あ、それで終わりか。レディのフロアに行くんだ。多分次は最終回。